電力不足という説明の仕方がおかしい気がしていて、はい、あの原子力発電所を稼働させればいいだけだったんですよね、うん、で原子力発電所を稼働させようと全く使わなかろうと、うん、実はリスクはあんまり変わらないんですよね、うんうん、あの原発がじゃあその稼働してませんって言ってもじゃあそこは原子力出さないわけじゃないのメンテナンスも必要なので、はい、なので今の時点で夏場にじゃあこれからもクーラー使えませんとか、うん、クーラーありませんとかで熱中症で人が死んだ場合って原子力反対って言ってる人が殺してるんだよねっていうのをちゃんと僕自覚してもらった方がいいと思うんですよ。確かにそうですね。正確に言うと、うん、その岸田政権って別に政府がものを決められるので、うん、裁判で差し止め食らってない限りは稼働できるんですよ、はい、野党が反対しているという言い訳をするんですけど、うん、もしその原子力発電所を稼働させないでその熱中症とかで亡くなった人がいた場合は岸田政権の岸田さんが殺したってことだと僕は思うんですけど。